三角比ヘロンの公式公式を導く過程を確認しますヘロンの公式というのはこういうやつです三角形の三辺の長さからその面積を計算する公式で三辺の長さの合計の半分すなわち三角形の周の長さの半分を 小文字の s で表しています測量など実務の世界では実用的な公式です。ヘロンはギリシャの数学者、技術者で、その生没年は定かではありませんが、紀元前300年から100年頃と見られています。で、実はヘロンがこの公式を作ったわけではなく証明をした。ということで、その名が付けられたようです。 彼は光の反射で入射角と反射角が等しいことを発見したり神殿の入り口にお金を入れるとせ水が出てくる装置、今でいう自動販売機のようなものを作ったと言われていますまた泣かないでヘロン雨を呼ばないでという時のヘロンは鳥のアオサギのことですさて一回使ってみましょう。 まず小文字の S を作っておいてルートの中で S と各辺を引いたものをかけます混合の中のかけ算は実際にはかけ算はしないでこのように10は 2×5 に分解していく方が混合の外に出せるものが見えて無駄なく処理ができますこういう感じで特に 3辺が簡単な整数なら便利な公式ですが学校の試験や入試のときのように手計算しなくてはいけないときにはこの公式に頼りすぎないように気をつけましょうそれではこの授業の本題に入りますそれではヘロンの公式を導き出してみましょうまず 三角比の学習の途中で三角形の面積といえば2辺 bc とその間の角 a を用いたこの式が思い出されますすると sina はどうするかとなりますが三角形の3辺で使える道具としては予言定理が思い出されるところです角 a を使う予言定理は小文字の a から始まる。 これでこれらを移行して両辺を 2BC で割って cosa が3辺で表されます。そして相互関係から sina が求まるめどがつきました。ではこれからやる計算の手順を整理しましょう。 予言定理からコサインを出し、相互関係でサインを出して、そして面積です。この手順は、実はこの授業のシリーズの動画、三角比の11番、三辺から面積、という動画でやっています。まだ学習していない人は、ぜひご覧ください。ここでは、この手順を全部文字のままやるのです。 では、ここからですねヘロンの公式は積で構成されているのでこの1マイナス cos 2乗も的さの積に因数分解してから上の cos、A、を代入します。括弧の中を通分します次のボードへ続けます 分子に2乗がたくさんありますが注意深く見るとここが2乗にまとまるしここは b と c に関するところをマイナスでくくるとやはり2乗に因数分解されますさらに右側の分子の項の順序を入れ替えると各分子は2乗の差になっているので。 さてこれは sinA の2乗なので面積の式に使うには平方根にしなければなりません。で平方根では常に符号を気にしてください。今は角 A は三角形の内角なので0度と 180° 度の間です。この範囲で sinA はプラスなので平方根はプラスの方だけで。分母はすぐに混合が外せます。 次のボードへ続けますこれでいよいよ面積ですサイン A のところにこの長いやつを代入しますが文字を ABC の順にして括弧の順を変もえておきますで BC で約分できてこれでともかく。 3ペ abc で面積を表す式ができました wikipedia などにはこれもヘロンの公式の表現だと書いてあります確かにこれはこれでさほど使い勝手は悪くはないと思いますしかし面積の公式で係数が4分の1というのもちょっと違和感がありますねここでは最も多く流通している初めに見た 小文字の S を用いた形に持っていきますさていきなり小文字の S ではなくワンクッション入れましょうまず文字を置き換えようとするなら普通の発想として A+B+C を T と置くと他の括弧の式はそれぞれこうなって面積の式は こうなります。これもさほど悪くはないでしょうしかし abc に係数2がついているのが気になるということでいっそのこと t のところも係数2がつくように 2s としてみれば各括弧が2でくくれて混合の前に4が出せて約分。これで。 目標の形にたどり着きました。小文字の S の説明として、2S の式を2で割ったものにしてあります。ちょっと説明を長くしましたが、あえて式変形の発想の必然性を勝手に解釈してみました。高校1年生には、ちょっと式変形が難しかったかもしれませんね。しかし、 こういうい文字ばかりの式の扱いにも早く慣れていきましょうね。それでは今回はこれで終わります。